僕は2年前に発病して分かった。何年も前から HIV のことを知っていた。なのに検査に行けなかった。いや、行かなかったんだ。 HIV に感染すると差別されると思っていたから。平均10年の潜伏期間があるから、検査はまだまだ先でもいいと思ってたんだ。僕は寂しい時に街に出た。寂しい時にセックスした。寂しいからこの時間を一緒に埋めてくれる相手がいつも大事に思えた。怖いような病気って思っていても寂しさが勝つから、そのうちコンドームも曖昧になる。まさか自分は一度も性感染症にも感染したことはないから、このくらいなら大丈夫って思っていた。ある日突然下痢が止まらない。熱がある。体がすごくだるい。それでもやっぱり10年あるからと検査を受けることを延ばしてしまう。明日にしようって。そして倒れた。気がついたのは病床だった。家族に病名は知らされていた。あれから2年、僕は今 HIV に感染した結果、視力がかなり落ちたけれど、少しずつ前を向いてボランティアを始めている。でもあの時の不安や怖さは今でも忘れていない。ルイスさんという20代の芸の方の手記でした。半年前のですね、関西レインボーパレードで司会をさせていただいたので、ああどっかで見たことあるあの女と思われた方もいらっしゃいました。ありがとうございます。今日のこの日のために黄色いメガネを作り、黄色いメガネを作り、けど全然目立たなくて超悔しいから。今日はですね、HIV/AIDS の予防、よく喋る女っていうのではなく、HIV/AIDS の予防啓発の活動をしている人間の一人として、東京から、やってまいりました。で、さっきいきなり健三さんの方からマリーディングということでお願いし、されまして、読んだんですけれども、ちょっと体験談を手短に話すと、私は5年前にその友人から献血を受けたらもう一回検査に来いって言われた。俺絶対 AIDS に決まってる。俺なんか生きていない方がマシなんだ。俺死んだ方がマシなんだっていう電話を受けてきたことがあります。すごくその時、HIV/AIDS っていう病気に関心を持って活動するし始めたのは15年ぐらい前なんですけども、5年ぐらい前に初めてリアリティとして目の前に突きつけられました。でお願いだから病院に行ってくれって言ってこう説得して、次に会ったのは病院のベッドの上で管が体中流れてる彼でした。で、こういう友達が目の前でこうHIV/AIDSに なっていくっていうか、そのポジティブになった瞬間っていうのをこう学びにして、15年前からやってて5年前って、結局10年間私は何をやってたんだろうと思って、すごくこうショックを受けて、その時のショックであるとか現実を突きつけられた痛みとかが、今私は活動しようと思ってこう追放されてるんですけども、で、私は主にですね、今日入場した際にお配りし、なんかこう、なんかいろんなチラシとかもらった中に入ってるかと思うんですけども、女の子のために HIV/AIDS を始めとする性感染症や性差セックスを考えませんかというプロジェクト、シフトというプロジェクトを東京で始めています。で、残念ながらですね、東京でこう2ヶ月に1回トークイベントをやってるんですけども、営業に行ってこうイベントであるとかお店に行っても、レズってエイズ関係ないですよねとか、性感染症って女子でもうつるんですかということを必ず1回は言われて必ず気絶しそうになるみたいなことがあって、残念ながらレズビアンの人たちには多いというか、女子同士だから関係ないやったみたいなことがすごく多くて、HIV/AIDSだけに限らず性感染症に関してもとてもリアリティがない人たちがたくさんいて、なんとかそれをいやいやちょっと待ってっていうふうにこう少しでも分かってもらえたらいいなと思って、2ヶ月に1回、気軽に女の子同士だけで性差セックスのことであるとか、 HIV/AIDSをはじめとするクラミジアであるとか、他の性感染症のことを話をするっていうキラキラガールフェンズというトークイベントをやっています。で、東京で1年間活動してきて2年目に入ったんですけれども、今年は地方の方にキラキラガールフェンズを持っていろんな気楽に話してみませんかっていう機会を増やしていけたらいいなと考えています。関西でもいつかそれをやれたらいいなと思ってるんですけど、本当に
性別とかセクシャリティとか関係なく一度でも、セックスをしたことがある人はその習慣から可能性はゼロじゃなくなる、なくなりますし皆さん可能性が残念ながら持ち合わせるという病気なのでそういったことをもしかしたらまだ友達とか自分の周りにないからということでまだ毎日来てない方もいらっしゃるかもしれませんがそうであってもそうでなくてもどっちかわからない人ももう今同時進行でみんな全世界で生きているのでそのことを少しでも今日このイベントとかで感じて帰ってもらえたらいいなと思います。お時間ありがとうございました。楽しみでした。